あコルイル、怪我しないかとかめっちゃ大事っすね。え、コルイル、6週間2脱すんのマジでコルイル、筋肉系。今日のセンターバックね、どうなるんだろうね。ああそっか、コルイルいないんだ。かなりか、日本でいう富安いないのと一緒ですからね。ね、今まで通りだとウェブスターフ,フェルトマンをね、センターバックに使って、サイドバックにあの、あれ、可愛いい子、あれ、なんだっけ。毎、まあ、回名前忘れるんだよな。ランプティサイドバックとか見たいですけどね。 ああ、海セドセンターバックとかデ、デゼルビなら、ワンチャンありそうだけどな。まあ、コルイールの前はね、普通に、デブスター使ってたし、そのまんまかね。右サイドバックグロスでね、センターバックにフェルトマン全然あると思いますけどね。フェルトマンって3バックの右とかイメージね、中央をやるイメージないもんね。グロス、センターバックワンチャンできますけどね。ただボール持っ相手に対して圧倒的にボール持てるのはあれだけど。 もうね、監督がこれしょうもない監督だとうわーってなるけどいい監督だとじゃあ違う調理法をやってくれるんだっていう枠がね枠額があるよね。